オリンエックエン・オリンエックエンはアメリカの天文学者。高性の運動の観測データに基づいて銀河系の形成モデルを提唱した。文献によっては彼のミドルネームをジェンクと誤記している場合があるが、正しくはジェックである。ウィスコンシン州オーホードビル生まれ。1940年にウィスコンシン大学を卒業し、 第二次世界大戦中は CIA の前身である戦略情報局に勤務した。その後、大学に戻って1948年に天体物理学で博士号を取得した。エッケンは1950年代及び1960年代の最高の観測天文学者の一人として知られている。彼の最大の業績は、いわゆるイーレス論文として知られる。 1962年にドナルド・リン・デンベル及びアラン・サンデージと共同で発表した銀河系の形成過程に関する論文である。この論文で彼らは初めて我々の銀河系が巨大なガス雲の収縮によって生まれたという仮説を提唱した。また、エッケンは現在広く受け入れられている運動星団という概念を初めて提案したことでも知られる。 ストロムロ三点問題の大長時代には、友座老性の変更を発見し、1982年には、ヒアデス星団の距離を求め、142光年という値を出した。彼の死後、かつて、グリニッジ点問題にあり、数十年間にわたって、行方不明になっていた数々の歴史的に重要なファイルや文書が彼の手元にあったことが明らかになった。この中には、いわゆる、 海王星ファイルと呼ばれるアダムズの海王星発見に関する一時情報を記した文書も含まれていた。生前、彼はこれらの文書を持ち出したり所有していることについては常に否定していた。ありがとうございます。